ああ、ちょっと揚げてんじゃねえな、これ。そうなのよ。あ、うまい。ああ、まいっちゃったよ。うまく売ったんだけどな。ええ、す。全然強みじゃなかった。ちょうど良かったではい、すナイね。スパー。ずるずるいかせないよ。おい、どこ売ってんだよ。おい。やべ。やーべ、このグラブ。ああ、まいった。おお。ああ、左飛んじゃったよね。ナイス。どうもどうも。よナイし。ス。はい、ありがとうございます。ああ、もうやっとパーばっかだよ。ナイスセーブですね。はい、6番ホール、レッツゴー。なんで M5 に使ってんですか？ヘッドがとっても重いんです。で、普通の42.5インチで組んじゃうと D5 とか D6 ぐらい出ちゃうんですよ、ヘッドバランスが。で、もともと俺このぐらいの番手、いわゆる18度19度ぐらいの番手って、クラブ伸ばしているのが苦手で、だからほら試合の時にさ、スーパーハイブリッドで言ったでしょ、あれほら当然ハイブリッドだから短いんですよ。で、これもそこまでじゃないけど42インチぐらい、だいたい半インチぐらい短くできるんで、操作性が良くなるから。で、この辺でもうほら番手ってあんま飛んでもしょうがないから、なのでちょっと今回はこの遠征には M5 持ってきたんだけど、なんかいいね、やっぱり。悪くない。やっぱその重さでシャフトって決まってくるんですか？どんなシャフト使うか。長さがね、長さが特に決まる。だから最近だとアイアンなんかでもヘッド軽いのとか重いのがあって、で、軽いのはもうやっぱりアイアンも長尺化していくっていう風な流れのものがあって、そういう意図で作られていて、こういうヘッドやっぱ重たくて、慣性モメント上げたいっていう、まあ理屈もあるし、ツアープロも実質一番多いのって44.5インチぐらい一番多くて、ドライバーがね、それに伴って半インチずつぐらい短くしていくっていうのがトレンドになってるから、そういうトレンドを狙って作ってるっていうクラブもあるわけね。長さによって今ね、考え方ってすごく違って、14さんからね、47.75なんていうね、長さが取れるドライバーも出てますけど、なんか長さの概念っていうのをしっかり自分でどういうふうにしたいなって思いながらモデルは選ばないと、ちょっと失敗する傾向に今あるんで気をつけてください。ああ、左行っちゃったよ。もっとカット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 。ああ、まあいいえ、か。す。ありがとうございます。開いた。おお。よおお。し。すごい。このショートバーディーは今日なかなかいないと思いますよ。ね。ツアープロ見てる感じでした。ツアーはつかないね、確かにね。OK。ラス。わー、いくね。はーい。うおー、いい。あ、おい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 。あ、でした、よかった。あぶんねえ。あぶんねえ、おい。今危なかった、ほんとに。あれ、なんかすげえ打ちづらくなっちゃったから、なんでだろう。お前すげえ打ちやすかったのに。もうコブラじゃねえか。ね。M5 か。そうやって一年中コロ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 クラブ変えてんですよ。あ、あれ？何今の？ほら、何これ。ああ、切れないか。打ったちょっねー。と強すぎた。
あーくそー、バーディーの次にボギー打つね、アマチュアの典型ですね。あーそうだ、キベさんあれ、うん、なんか毎回、うん、なんでしょう、納得、自分が納得いかないショットとかあるじゃないですか、うんうん、そういう時ってまあレッスンプロなんで、うん、他の人のレッスンで受けたりするんですか、それって禁句なんですか。いやいやいや、よくねティーチングプロ同士で回るの、ああすると、そいつに聞く、どうなってる、もっとこうじゃないじゃないっていうのでやるんだけど、面白いのがさ、ツアープロじゃないからレッスン、まあ、ティーチングプロねっていうのはさ、なんか結構親身になってほしいけど、急に急に仕事モード入るんだよね、うん、そうするとなんかこう、いやそんな軽く聞いたんだけどみたいな感じ、やっぱさ、もっとこうあるじゃん、こうシャフトがこうあってとかで、急にこう、ね、急に本気だったりするからさありがたいけど教えてもらってますよ、そういう意味で。あ、じゃあティーチングプロ同士で回って教え合うっていうのが、うん、そうだね、多いね、それが一番多い。ツアープロなんかもそれが多いんじゃない、やっぱり。確かに前キビさんが岩橋プロと回った時も聞いてましたもんね、岩橋プロに。岩橋は弟子ですからそれ聞く、それで俺嘘をしてたら態度になっちゃう、それだから なんで弟子に聞いてんだろうって思っちゃう。ああ俺がね、はい、逆に。そうかそう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 、まあ可能だって自分は見えないからさ、うん、今その状態どうなってんのってのは聞きたいからね。あ、なるほど、うん、聞きますよ。ずいぶんカジュアルな球打ちましたね。あれなんで出んだろう。ずいぶんカジュアルだな。あれ何？な OB？ 珍しいあんな球。おーナイス。もう100点。うん。100点。あー惜しい惜しい。よいしょ。お、切れない、ありゃー。さあ、ということで遊びはここまでですね。はい、よし、いいでしょう。準備運動は終わりだ。キューティー席のキレンジャーへの道。はい、ということでですね、今回また九州まで来てですね、カレーを食べるという、まあ、普通ダスドの旅行っていうのはさ、こう食事の楽しみもあるわけでさ、もう今回カレー良くないもん。なんでですか。え、カレーだって、なんか美味しそうなちゃんぽんとかさ、ダメです。明太子とか食べちゃダメなの。ダメです。ダメなの。ダメです。これはもうコーナーの趣旨にちゃんと忠実に、ああもうね、すごいそっちの正義がすごすぎて何も言えない。本当に何も言えない。まあいいですよ、ね、こうやって全国のねカレーを紹介するっていう番組ですから趣旨として合ってるでしょ。はい、ということで今回ザ・クラシックゴルフクラブさんのカツカレーはこちらでございます。見てください、もう芸術ですよこんなもん。ということで早速今回カツカレーですね、いただいてみましょう。いただきます。じゃあまずルーからいきましょう。いいじゃないですか、もういただきます。ああすごい、もうこのゴルフ場さんのクラブハウスね、見ていただくと分かりますが、もう品があるでしょ。もうね、カレーも品がある、品のある上に、上品な上にコクがあります。コクうまです、はい、それをね、カツと一緒に食したらどうなるんでしょうね。いただきましょう。カツが逃げるよ。いただきます。これお米が美味しいんだ。もちろんカツも
サクサクしててジューシー、噛み応えあって美味しいんですけど、これやっぱね、ルーとうまく合わさってるやっぱね、お米ですよね。もうね、もちもちのお米で、それがちゃんとそのカツの旨味をしっかり凝縮させてルーと一緒に放り込んだ瞬間、パラダイスです。いや、出すね、カレーでよかったよ。本当に美味しい。あの、いいコースほどね、カレー美味しいって言うけど、まあ王道ですな。その中でも、なんですかね、こう上流階級の人が食べるような、うん、あのもう品しか感じられない、はい。さあ、それでは早速評価の方いきたいと思います。辛さですね。辛さね、難しいんですよ。辛くないんだけど甘くないんですよね。だからこうコクが感じられる感じ。そうだな、言ったらもうほんのちょい辛ですね。ほんのちょい辛だけど、なんかこういわゆるリンゴ使ったよとかっていうような甘みとかっていうのもあんまり感じられなくて、こうなんか質のいい、まあものをたくさん煮込んだ、そういったものになってます。で、アスリートかアベレージといったらですね、これでも、ね、誰でも親しめるからな。これ誰が食べてもなんかいいっていうようなカレーなんで、なんですか、みんな大好きテーラーメイドシムツーみたいな、シムツーマックスみたいな、そういうことですよ。なので、シムツーマックスだからちょっとだけアスリートか。ちょいからのちょいアスリートみたいな、そんなところに今回しておきましょうか。このザ・クラシックゴルフクラブさんのカレーは、ちょいからちょいアスリートという評価になりました。